上北郡横浜町、吹越付近国道279号は、北海道函館市から青森県上北郡の平治町に至る一般国道である。函館市から大間町は別名浜ナスライン、海峡通、本道路は北海道と本州を結ぶ海上国道三両線のうちの一つ。海上区間はフェリー航路で結ばれ、国道338号とも重複する。 むつしのヘジ長官は、大港線、また、のヘジ長内では、下北半島縦貫道路と並走している。青森県内では、下北半島を縦貫するメインルートとなっており、同じ下北半島を走る、国道338号にあるような強路、急なカーブアップダウンは少ない。交通量は、国道338号線、三沢、平沼間が3、3000台、日、 平沼むつ市間が1、8千台、日に対し、国道297号線が5、千台、日あ下北半島内の移動は本路線に比重があることがわかる。ただし、道路線は西側に、道の区湾があるため、冬には、道の区湾からの強い西風により、猛吹雪になることがある。本路線のうち、野辺地町から横浜町の区間は、 国土交通省の日本風景街道、木花暮れの東六湾ルートとして登録され、道路管理者及びその他組織が訪れる人を感動させる、景観づくりを推進するとしている。かつて渡辺街道と呼ばれ、森岡藩の巡査路、函館へ渡る経路、また恐れ山の三経路として利用された、1871年、当時久慈市であった上原和平が、 貸金の取り立てのため、東京間田から北海道の函館まで旅行した様子を記した旅行期、道の区機構には、野辺自由度の出外れより横浜まで海辺を通り、目の尾を拾いながら歩いたとの記述がある。当時はシャバを通す街道といっても、実際には砂浜の上を歩いていたのであって、実態としての道路は存在しなかったのである。函館市末広町にある、 海上区間の北海道側端点付近。奥に見えるのは、八幡坂。函館市内は街中を走る路面電車の軌道に沿って、道が始まる。北海道の函館市と、本州側の下北半島北端に位置する、大間町を結ぶ津軽海峡の海上区間は、津軽海峡をフェリーの航路で結ばれる。函館港のフェリー乗り場は、函館市末広町にある、海上区間の端点ではなく、 国道227号沿いにある、道志港町の津軽海峡フェリー、函館ターミナルからになる、むつし近局付近原道、編集北海道と東総合振興局函館市、青森県下北郡大間町むつし上北郡、横浜町上北郡のヘジ町を大旗バイパス、編集青森県むつしむつバイパス、編集津軽海峡を、 国道279号280号338号の3路線が渡る。ABCDEFGHI 2015年4月1日、現在当初は東日本フェリーが就航していたが、同社の事業不振により航路継承されている。ありがとうございます。